アニメやゲームの世界では、現実に存在しない人物や生物が存在するぜ。それが創作の世界を彩るんだ。いろんなゲームを遊んでいるけど、古生物を元にしたものもちらほら見かけるわね。今回はアニメやゲームの世界で活躍する古生物たちを見ていくぜ。今までとはかなり変わった解説になりそうね。楽しみだわ。まずは彼らから解説するぜ。どの古生物を元ネタにしているかわかるかな？さすがにわかりやすいわね。合流有機ガレックスにデスザウラーときたら、ティラノサウルスね。正解だぜ。ティラノサウルスは中生代末期の約6800万年前から6600万年前の北アメリカに生息していた恐竜だぜ。これくらいなら簡単にわかっちゃうわ。楽勝よ。体長は最大で約13メートル、体重は約9トンと、現在確認されている肉食恐竜の中でも最大級なんだぜ。特に約6トンにも及ぶとされる恐るべき攻防力はあらゆる外皮を食い破り、骨まで噛み砕くぜ。白亜紀の終わり、恐竜王国終焉の象徴でもあるな。古生物ではおなじみの恐竜ね。知名度もすごいし、出張も忙しそうね。もう見てわかると思うが、ティガレックスはティラノサウルスが元ネタのモンスターだ。モンスターハンターポータブル2で初登場し、合流の名の通りその方向で近くにいるあらゆるものを吹き飛ばすぜ。最終クエストの忍び寄る気配では、クエスト序盤ながら登場するわ。慣れている人ならともかく、ビギナーな人が切りかかれば返り討ちに遭うのが関の山ね。攻撃のメリハリが効いているので、慣れればとても対処しやすいモンスターだぞ。しかし初登場の時点では、最新作のようにアクロバティックな動きは無理だからな。ティラノサウルスのように噛みつきというよりは、突進の方が怖いモンスターだったわね。口を大きく開いて飛び込んで腐りする方が印象的ね。突進や飛び込む勢いを利用して歯を突き立てているとも考えられるな。実際に、ティガレックスの突進を壁際まで誘い込むと、歯が突き刺さって動けなくなることがあるんだ。どこかで聞いたことのある攻撃方法ね。牙を突き立てて狩りをしていたとされる恐竜といえば、アロサウルスだな。攻防力はティラノサウルスに劣るのだが、頑丈な作りの上顎を持っているとされていて、上顎を振り下ろすように歯を突き立て、切り裂いていたという仮説もある恐竜だ。頭の形からティラノサウルスが元ネタだと思っちゃうけど、攻撃方法とかを考えると他の恐竜もミックスされているかもね。お次はデスザウラーだ。こちらもティラノサウルスを元ネタとした機械生命体で、惑星 B の覇権を争うヘリック共和国に対する切り札として、ゼネバス帝国が開発した最強の兵器だ。前々から思っていたんだけど、デスザウラーって直立しているわね。ティラノサウルスって直立じゃないけど、なぜかしら？これはいわゆるゴジラ立ちと呼ばれるやつだぜ。直立で二足歩行を行い、尻尾は地面を引きずるように垂れ下がっているのが特徴だな。それを言っちゃうとこの姿の元ネタって、ティラノサウルスというよりは、ゴジラの方になっちゃうのかしら。ティラノサウルス型に分類されていたから、今考えるとわけわからないわね。実はティラノサウルスの名付け親である、ヘンリー・オズボーンが復元図を公開した際には、このゴジラ立ちの姿で描かれていたんだ。1980年代ではこの姿の復元図が主流だったことも関係しているな。そういえば一番最初に公開されたドラえもんの映画、のび太の恐竜でもティラノサウルスは直立姿勢だったわね。しかしデスザウラーのスペックはとんでもないぞ。全長は 32.4 メートル、全高は21メートルに達する規格外の兵器だ。頑強な装甲と、全身に無数に搭載された強力な兵器で軍事バランスを大きく傾けた。まさにゲームチェンジャー兵器とも言える恐ろしいゾイドだ。ティラノサウルスより圧倒的にでかいわね。あくまで創作だからな。他にティラノサウルスを元ネタにしたものといえば戦隊シリーズだな。恐竜戦隊10レンジャーをはじめとした、様々なシリーズでティラノサウルスを元ネタとしたロボとして登場するぞ。こうしてみると、戦隊シリーズは恐竜を元ネタにしたロボットたちが多いね。ティラノサウルスは好きな子供も多いと思うし、特に扱いやすいだろうな。恐竜キングでは、恐竜帝王の超かっこいい二つ名で登場していたわ。強さが2000の恐竜の中でも強力で、主にパーによる攻撃が得意な恐竜だったわね。だいぶぶっ飛んだド派手な技で恐竜の何たるかを、当時のちびっ子たちに大いなる勘違いを植え付けた作品でもあるぜ。でも、それがまたたまらないのよね。ちなみに、敵側にはギガスというティラノサウルスにそっくりな恐竜が存在するが、これは例外的な処置によって無効とされてしまった。マノスポンディルスギガスから来た名前だな。いわゆるシノニムってやつね。恐竜キングでは敵側に無効名とか、シノニムの名前を持つ恐竜が多数登場するわよ。お次はこちらだぜ。これもそのまんまだと思うけどな。どう見てもあのマロカリスの怪人にしか見えないわ。もう一つはポケモンのあのプスね。さすがにわかっちゃうよな。デザインとしても、アノマロカリスの特徴がよく織り込まれていると思うぜ。アノマロカリスは約5億年前、古生代カンブリア紀の海に生息した古生物だ。古生物の中ではティラノサウルスと並んでメジャーな存在かしら。つぶらな瞳が愛らしいわね。特にアノマロカリスカナデンシスは、一般ではともかく古生物界隈では超有名なんだ。カンブリア紀に生息していた他の生物よりも圧倒的に大きく、まさに海を支配していたと言っても過言ではないぜ。怪人の方は仮面ライダーダブルに登場したアノマロカリスドーパントかしら。確か、第5話と6話に登場していたわね。最終話である49話でも登場していたぞ。ライダーシリーズでおなじみの復活怪人だな。尺の関係なのか、あっさりやられるわけなのだが。めたい話はやめた方がいいわよ。それで、アノマロカリスドーパントはどんな怪人だったのかしら。こいつらはとある理由でクスハラ議員を狙って活動していたのだが、彼を護衛していたダブルの存在によってことごとく失敗するぜ。業を煮やしたアノマロカリスドーパントたちは、クスハラ議員の娘をさらって目的を果たそうとするが、水中の中から狙撃しようとしたり、巨大化したりと元のアノマロカリスからは想像できない戦い方をしていたわね。極端なネタバレはできないから、あとは自身の目で確認してほしいわ。で、お次は昔ポケモンであるアノプスだな。こちらはよりアノマロカリスに近い外見を持っているな。ていうか、もうほとんどそのまんまの姿ね。アノマロカリスの全身標本は小型の標本しか存在せず、カナデンシスの大きさは推測になるが、体長は約38センチほどになる。アノプスの方は 0.7 メートル、換算すると70センチになるな。元ネタのアノマロカリスより、随分と大きいわね。他の特徴も比べてみようかな。全部付属足はアノマロカリスと同じように、器用な動きが可能そうではあるがアノプスの方は関節の数が少ないな。胴体の両脇についているヒレもアノマロカリスと比べて枚数は多くはないな。全体的にアノマロカリスをシンプルにした形状をしているわね。しかしこれは進化前の話だ。進化後はアーマルドとなり、アノプスの特徴を残しながらも陸上に特化した姿へと変化するぜ。体長も 1.5 メートルと大幅に大きくなるな。ここまで来るとアノマロカリスっぽい何かね。アーマルドはもともと水性ということもあってか、特性として水水を持っているぜ。ポケモン剣盾ではダイマックス技であるダイストリームを利用して素早さを上げ、先手を取って戦うのが得意なポケモンだな。でももともと素早いポケモンではないし、素早さが2倍になってもアーマルドの先手を取れるポケモンは存在するわ。それに特性を活用するためにダイマックスをしなきゃいけない上に、1回は行動を挟むわけだから、速攻で落とされるリスクもあるわ。そうだな。それにアーマルドは弱虫タイプだから弱点が比較的多めで、高めの耐久値を活かせないことも多いわ。それでも特性水水を活かすために素早さを。私から初めて悪いんだけど、ポケモン育成論は後で聞いてやるから、今は勘弁してくれなんだぜ。うっかり語りすぎてしまったわ。この手の話はいくらやっても時間が足りないわね。古生物の解説も、こんな調子で手伝ってくれるとありがたいんだけどな。さて、今回の解説も折り返し地点だ。彼らの元ネタは一体。いや、もはや言うまいだぜ。見たまんまだから、考える必要すらないわね。巨獣ガムート。このキャラはわからないわ。ゲームが大好きなレイムでもわからなかったか。このキャラは、ライブアライブに登場するモンスター。キングマンモーだぜ。なんでマリサは知っているのよ。私も遊んでいたはずだけど、そんなモンスターはいなかったはずだけど。キングマンモーは隠しボス扱いだからな。キングマンモーが登場する原始編では、ラスボスとして ODO が立ちはだかるぜ。こちらはティラノサウルスを元ネタとしているな。ライブアライブは、各シナリオの登場人物を有名な漫画家たちがデザインを担当し、あらゆる伏線が一気に繋がる神がかったシナリオが魅力的な名作よね。いろんな版権が絡んでいるからなのか、未だにリメイク版が存在しないのが残念だぜ。3DS と Wii U ではバーチャルコンソールとして配信されているから、ぜひ遊んでほしいぜ。ライブアライブの話でそれまくってしまったけど、マンモスの解説を聞きたいわ。おっと、うっかりしていたぜ。その前にまず、ガムートの話をしておかないとな。このチャンネルは古生物のチャンネルよね。そこら辺は柔軟にしていかないと幅広く扱えないんだぜ。ガムートはモンスターハンタークロスに登場するモンスターだ。巨獣の呼び名の通り圧倒的な巨体を持ち、なんとあのティガレックスですら軽くあしらうパワーを持つぜ。ガムートは本当に戦いづらい相手だったわね。画面に収まりきらないくらいでかいから、初見では本当にやりづらかったわ。さて、ここから解説だ。ガムートは名前から察するに、マンモスというよりは、ゾウメマムートか、マムート族に属するマストドンだと推測されるぜ。マストドンは別の動画でも解説があったわね。マストドンはマンモスと同じくすでに絶滅していて、現世のゾウやマンモスと非常に近い特徴を持っていたとされているぞ。約4000万年前から1万1000年まで生存していたとされているな。絶滅した理由って確か、当時の人間にハントされまくったせいだったわね。当時の人類は今ほど発展しているわけでもなかったし、ましてや種の保全なんて考えは、根っから存在していないんだぜ。彼らも生きるために必死だからな。マストドンもガムートと同じくらい大きくて強かったらよかったのにね。ガムートなら、細槍や石器ではまずダメージを与えられなかっただろうな。もし存在していたのなら、人間もモンハンのハンターのように進化していたのかしら？キングマンモウはもうそのまんま、マンモスが元ネタよね。そうだぜ。マンモスは現世のゾウと類縁ではあるものの、直接の祖先ではないんだ。非常に長い牙が特徴で、そこら辺はガムートにも共通する部分だな。諸説はあるのだが、約400万年前から1万年前の期間に生息していたとされているぞ。滅びた理由はやっぱりマストドンと同じだったりするのかしら？もちろん人間によって滅ぼされたとされる説もあるが、氷河期末期に起こった気候変動による植生の変化が原因だとする説もあるぞ。一体どんな変化が起こったのかな？当時、マンモスが生息していたとされるシベリアは乾燥した大地であり、柳やイネ科の草が生息する豊かな草原が広がっていたんだぜ。シベリアで発見されたマンモスの胃の中から推測すると、イネ科の植物やヨモギ類、キンポウゲ科などが主食だったと推測されるぜ。でも環境の変化でシベリアはとても寒い、枯れた土地になっちゃったのね。そういうことだな。マンモスに限らず、ケブカサイやオオツノジカも同時期に姿を消しているぞ。なるほどね。マンモスやマストドンを元ネタとしたキャラたちは他にもいるのかしら。他の作品だと園山春二の漫画である、ギャートルズを原作にしたアニメ、はじめ人間ギャートルズにマンモスが登場するな。NHK で放送されていたアニメね。ゴンがかぶりつく、あのお肉はとても美味しそうよね。NHK 版ははじめ人間ゴンの方になるな。この肉はいわゆる、ギャートルズ肉と呼ばれ、美味しそうな肉のテンプレートな見た目として、今もなお認知されているんだぜ。これは剣盾のポケモンね。ウオノラゴンにパッチラゴン、パッチルドンにウオチルドンかしら。それでだ、レイム。彼らの外見、妙な違和感がないか？そうね。なんというか、とてもちぐはぐな感じがするわね。わかる範囲でだが、化石メラと呼ばれるほど問題だらけなポケモンたち、それぞれの元ネタを追求していくぜ。彼らは化石の鳥、化石の首長、化石の魚、化石の竜の組み合わせでそれぞれのポケモンが生み出せるぜ。問題だらけ？とそれはともかく、化石の鳥は何かしらね。化石の鳥はおそらく、ベロキラプトルかミクロラプトルだろうな。ベロキラプトルはともかく、ミクロラプトルを元ネタとしたのはなぜなの？それは後で解説するとするぜ。化石の首長の元ネタは、身体のフォルムや名前から推測するに、海生爬虫類である首長竜と思われるぜ。首長って単語がないと推測できなかったわね。化石の魚は古生代デボン紀後期に存在していたとされる、ダンクルオステウスじゃないかな。4体の中では、最も無茶な組み合わせをもらったかわいそうなやつだ。どう考えても完全な水生なのに、なぜ陸生の生き物と組み合わせちゃったのかしら。最後は化石の竜なのだが、下半身しか存在しない上、名前からヒントを得られないのだが、背中から尻尾にかけて備えた鋭そうなヒレから推測するに、ジュラ紀から初期白亜紀に存在した草食恐竜のグループである、剣竜類と思われるぜ。4体の元ネタが分かったところで彼らの何が問題なのかしら？このポケモンたちの化石はガラル地方で見つかるもので、それをウカッツ博士に渡すことで様々なポケモンを生み出せるのだが、なんというか、だいぶやらかしている気もするわ。普通に考えて倫理的にもやばいことをやらかしている、やべえ博士だぜ。化石そのものも上半身か下半身しかないなど、部位が足りていない化石ばかりだ。あくまでゲームだし、かなりぶっ飛んではいるけれど、現実的には問題ないんじゃないかしら？彼らのモデルは恐竜たちだけではないんだぜ。もう一つ、大元となる元ネタが存在すると考えているんだ。それは一体何かしら？古生物史でも問題となっている厄介な存在。キメラ標本だぜ。ある時は人為的なミスで、またある時は高値で売りつけるために、あえて他の標本と適当に組み合わせたりと、その経緯は様々だ。確かにそれが元ネタだと考えると、ウカッツ博士のやっていることってかなりヤバいんじゃないかしら？意図的に化石を組み合わせて強引に復元。それを発展のためだと言い切ってしまうその姿勢。リアルでそんなことをすると追放もんだぞ。やっぱりあの博士はヤバすぎるわ。ところで、化石の鳥の元ネタの話なんだけど、なぜミクロラプトルが入っているのかしら？実は1999年10月15日に新種の恐竜、アーカイオラプトルが発表されたんだ。しかし翌年の2000年に、実は2つの化石を組み合わせた。キメラ標本だと発覚してしまったんだぜ。他の動画でも解説があったわね。確か、その後にキメラ標本の化石から新しい恐竜が発見されたんだったっけ？そう、新たに発見された新属新種の恐竜こそミクロラプトルなんだ。もしアーカイオラプトルが元ネタの一つだとしたら、ミクロラプトルも候補に上がると思うぜ。そうだったのね。本当に問題だらけのポケモンだわ。リアルでそんなことをするのはさすがにいない。と言いたいのだが、実際にやらかしている輩がいるのも問題だな。悪いことをする人がいなくなっても、人為的なミスはこれからも起こりそう。今回はとても経路の違う解説だったわね。そうだな。もちろん今回紹介したもの以外にも、たくさんの古生物たちが活躍しているぜ。のび太の恐竜でもいろんな恐竜が出ていたわね。のび太が育てていたピースケは確か、恐竜じゃないのよね？ピースケの正体は双葉鈴木竜だな。あれは恐竜じゃない。映画が公開されていた当時は恐竜とされていたのだが、間違っていると文句をつけるのはお門違いってやつだ。今は当時と比べて研究も進歩しているわけだし、間違いだというのはおかしな話よね。逆に、当時の恐竜たちはどういった姿で認知されていたのか、今主流である学説とはどう違うのか、比べてみて楽しむのが一番なんだぜ。他の作品もいろんな視点から見て、楽しんでいきたいわね。